元衆院議員の青山正行さんが今日会見し、新党立ち上げの構想を明かしました。党名は過剰なコロナ対策と緊急事態条項に反対し、選択の自由を保障する共和党で、今年夏の参院選で比例区を含めて10人の擁立を目指すということです。